4番手の伝説打者は58年ルーキーの長嶋を抑えて首位打者になった田宮。第1球を投げた、フォーク決まってストライク、ワンナッシング。第2球を投げた、ボール、外角低めの変化球、ワンストライクワンボール。第3球を投げた、速球決まってストライク。さあ4球目、フォークワンバウンドボール、これも低め。投げました、スライダー、空振り三振。次の伝説打者は古葉。第1球を投げました、カットボール決まってストライク。投げました、変化球ストライク、インローへ。フォークワンバウンドボール。第4球を投げました、インロー、空振り三振。6番手の伝説打者はカモシカと形容された強靭な足腰を持つ廣岡。さあ1球目、フォークボール決まってワンナッシング。投げました、フォークワンバウンドボール、はっきりしたボール球。第3球を投げました、スライダー空振り、ツーアウト追い込んでいます。追い込んでから投げた、速球見逃し三振。